懐かしい、このエプロン栃木テレビの清水キッチンの時のエプロンだよね。懐かしいな。じゃあコロッケを作ります。普通のコロッケとかぼちゃコロッケを作りたいと思います。かぼちゃはかぼちゃだけでいいのかな。やりたいって。いいよ、ミュートにする。はい、すいません。玉ねぎをいきます。玉ねぎさ、余ってもしょうがないから1個全部使っちゃう。元気かな、あの栃木テレビの料理の先生。前付き合ってたから。どうしてるかな。玉ねぎ切ります。あれ、間違えた。ポン酢もキッチンにいる。寄ってきた。あ、インスタ更新したので見てください。あの写真を現像したら、帰らないおじさんの現場の写真がいっぱい出てきて、もっとあるけど全部載せたら、なんかおじさまの写真もあるけどあえて載せませんでした。もったいぶってる。ニンニク入れないの？入れないか。あ、やばい、目が切りやす。
ていうの正しい作り方は分かんないけど、こうしたら美味しいかなみたいな感覚で作ってみる。玉ねぎはちゃんと炒めた方が美味しいと思う。甘みも出るし、炒めていますちゃんとね。で、じゃがいもママが皮むいてくれたんですけど、じゃがいもはなんかレンチンで良さそうだよね。レンチンしよう。なので火が入りやすいように切って、どれくらい、何個くらいできるんだろう。コロッケって作ったことある？ママってコロッケ作ったことある？本当に？何年前？本当？マジ？ちょっと笑ってるじゃん。本当に？失礼な娘。とお味噌汁を作ろうと思います。じゃがいもはこんな感じで切ってみた。これをお皿に並べてチン。美味しくできるかな。方がさ、栄養が逃げづらいとかあるのかな。ちゃっかりチンの方が良かったりするんかな、もしかして。本当にチンで、いいかも。ラペルが、まあ、確かにオムライス屋さんでバイトしてた時もなんかドリアに乗せる野菜とかこうやってラップでチンだったわ。やだ、いろいろ映ってた、やだ。これ綺麗にしよう。バターある。入れたら美味しいじゃん。入れたら美味しいものは入れてみる。バター、ちょっとマッシュポテトな感じね。牛乳ちょびっとだけ入れてみました。なんかクリーミーになるかな的な。
めたこの肉と玉ねぎを合流。うわ多いかな、うわ多いかも、まあいっかしょうがない。うわー美味しいよこれは、このままで美味しいと思います。揚げなくても美味しいと思います。これでなんか耐熱皿とか入れて上にホワイトソースとかかけちゃってチーズ乗せてオーブンで焼けば超美味しいと思います。それが揚げないコロッケ、まあ、ホワイトソース入れちゃってるからもう違うか。うわこれ絶対美味しい、決まった、もう見えました。味薄いかな。やば、美味しそう。こんな感じです。ちょっと分かんないよね。結構な量ができちゃってるよ。絶対に美味しいやつ。塩コショウもちょい入れてみようかな。美味しそう美味しそう。ちょっと味見してみていいですか。ホクホクだ。これを衣つけてあげたらコロッケ。いけ。OK です。続いてかぼちゃ。あ、火通ってる。かぼちゃはお肉とか入れずにやろうと思います。熱い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 。かぼちゃボウルもないからお茶碗でいいかな。すごい量ができちゃいそう。あ、美味しそう。うん。うわ、絶対美味しい。かぼちゃ。最高だね。かぼちゃはやっぱそれだけで甘いし、うん、ちょっと塩振るぐらいでいいかな。バター入れる。食べれる。そうだね、そうだよね。明日の昼もコロッケ、明日の夜もコロッケ。ちょっとやばい、かぼちゃコロッケ大好きなんだけど。いやー最高じゃん。もうバターあと一かけだから入れちゃおう。
贅沢させてもらっちゃおう。いや、半分じゃがいもに分けて、幸せかよ。かぼちゃ、うわよだれ出た。かぼちゃ大好き。やっぱいいよね。いや、こんなのさ、衣をかけてあげたら美味しいに決まってるじゃん。なんかこれ見てくれてる方の中でコロッケ屋さんとかで働いてる人いたら恥ずかしいな。絶対違うと思うもん。これ味見していい？なぜなら絶対美味しいから。どうしよう、これだけで食べれる。これ食べて生きていける。やば。え？かぼちゃってすごいね。だってさ、チンしてさ、バターと塩だけでさ、え？やっぱすごいな、かぼちゃって素材がいい。私はここにね、あるものを入れたいんですよ。かぼちゃ素材のままでいきたくて、このじゃがいもコロッケの方はあるものを入れようと思います。そのあるものを皆さんに紹介したいんですけど、こちらチーズです。こちらは燻製チーズでめちゃくちゃ美味しい。で、これはイブルっていうチーズで、軽井沢のねメーカーなのかな、プロセスチーズで燻製されてて超美味しいので、これをこのままカットしてフライパンで両面焼いたら中とろーってなって、それだけで最高なんですけど、私はこれをコロッケに入れたいと思います。だから普通コロッケとチーズインコロッケの2種類を作ろうと思います。これは本当におすすめ。チーズの香りと燻製の香りでやばいよこれ。ぜひ買ってほしい。あんまり燻製
性って今まで好きって思ったことないんだけど、このチーズは大好き。燻製チーズ、これは品川駅に売ってます。軽井沢でも売ってると思うんだけど、品川駅に売ってる。チーズだけで3種類ぐらいあって、燻製醤油とか燻製だしとか燻製オリーブオイルとか燻製塩とか、もうね最高です。ちゃんとこれよろしくね、軽井沢イブル。やばくない？チーズ。これ揚げてとろってなったら最高だ。入れやすいようなちっちゃめの形にで、これくらいにしてみる。なんかこれの使い方みたいな本があったんですけど、混ぜご飯とかに入れてた。それも絶対美味しい、ご飯に合うと思う。では揚げ準備に入ります。あ、味噌汁やってない。とりあえず作っちゃう。いや、ちょっと待って、油の準備はちょっとやってもらいたいかな。じゃあ一旦キープしまして、お味噌汁の方を取り掛かりますかね。うん、出来たてのコロッケ食べたいですね。ぜひ買ってほしいな、チーズ。イブル。イブル？イブル？わかりません。カブ。カブでかカブ、イエーイ。2個いっちゃいますか。2個いっちゃう。この間作ったカブのスープも本当おいしかったけど、今日は味噌汁にします。株剥いてます。
わ、株2つ多いかな、このノベじゃ1個でいっか。よし、じゃあ株入れちゃおう。美味しそう、株。よし、皆さんは何のお味噌汁が好きですか？ニラ玉、うわ大好き、大好き、ニラ玉。じゃがいもいいよね、甘いよね、じゃがいも。ホクホクだし。豆腐とネギ、定番、美味しい、王道。アサリ、あー、アサリってとんかつ屋さんってイメージ。アサリの味噌汁、しじみか。やっぱ株も一個入れよう。私は何だろう、好きな味噌汁、ニラ玉はよく作るかもけど、あ、じゃがいもと玉ねぎのも好き。でもなんか具沢山の方が好きだな。具沢山だとなんか旨味で甘くなるじゃないですか、気持ち美味しいってなる。でも冬はやっぱ豚汁、豚汁いっぱい作って何日も食べたりします。豚汁はニンニクと生姜刻んで、なんかポカポカな豚汁を作ることが多いかな。結構おかず系の、ほんと豚汁とご飯、豚汁だけでご飯いけちゃうぐらいのがっつり豚汁を作って食べたりする。鍋ちっちゃいかも、味噌汁鍋。移す？移すか。一個大きいのにしようか。引っ越します。怖っ。引っ越す、鍋がちっちゃくてあれだから。うう、引っ越した。しました。よし、じゃあ
なんていうの、あげるのに必要な、しました。卵、アドバイスを却下なんで小麦、卵、パン粉だよね。そうだ、なんかいっぱいできちゃいそうだよ。大丈夫？え？何？売る？コロッケ屋さん？パン粉、かぼちゃにチーズ入れても美味しそうだな。でもかぼちゃはかぼちゃで勝負しよう。卵ね、絶対美味しい。かぶと油揚げ、そして葉っぱ多いな、もりもり。じゃあ私は今からコロッケを作る証明写真を。じゃあ行きますか。
きます。まずは普通のどれくらいの大きさだろう。でかい？でかいね。でかいな。これくらいかな普通は。かわいい。愛おしいな。普通をまっすぐ。でもそう考えてみるとトロッコってなんか主役だね。芋だし。でチーズインを作りますね。チーズ。わかりやすいにチーズインはなんか丸に塗ってる。まん丸がチーズイン。チーズがはみ出てジュワーってなっちゃったら揚げるとき大変。でかいな、これは。でもコロッケだけでもたくさんなってるけど、チーズイン作る。ちっちゃいチーズインの方が美味しいかも。ちっちゃいチーズインにしよう。買いたい、せっかく作ったのに。でさ、チーズの比率多い方がチーズって感じするもんね。OK OK。で普通のコロッケはオーソドックスなチーズ。なんていうの？円盤？いっぱいできてます。お、
油ができた。そしたらじゃがいもじゃなくてかぼちゃはちょっと味見して、うん、かぼちゃ最強。何探してる？美味しそう、味噌汁。でもちょっと揚げ物に集中するから一旦味噌汁やめた方がいいですね。一旦止めて、え、菜箸でいいの？では、じゃ試しに揚げてみようかな。1個ね、チーズインを。かぼちゃも試しを作るか。ん？え？え、試し試し試しだから。かぼちゃ小麦つけて、卵つけて、パン粉、チーズイン、小麦つけて、卵つけて、パン粉、パン粉をしっかりつけて。やば、愛おしい。どうしよう、愛着が湧いてしまっている。あげまーす。上がってます、上がってます。え、どうしよう、かわいい。いいよ。かぼちゃに関してはもう良さそうな気もしちゃうな。
と見せたい。見せるね。重いなコロッケ。これボリューミーだよ、すごく。でもチーズをとろけさせる必要があるから。え、どうしよう。これ絶対美味しい。でかいかも。ちょっと待ってね。いきます。じゃあ、こっちがかぼちゃ、こっちがチーズイン。割ってみようか。ちっちゃい。では入刀。おお、はいはい、美味しいに決まってる。ここでちょっとさ、カメラマンお願いしていいですか。ありがとうございます。じゃあこちらチーズインコロッケいきます。チーズはとろけてないけど、でも美味しいと思う。これはとろけるチーズではないからね。じゃあ試食してみようかな。いや、熱そう。ちょっと待って、ありがとうございます。はい、コロッケでした。コロッケ試食。ありがとうございます。最高です。では普通のコロッケ、チーズ、ソースなしで試食なんで。あ、燻製の香り。とろけた。おいしい。食べて食べて。めっちゃおいしい。ポン酢もポン酢もきた。どうぞ。先生に食べてもらいます今から。かぼちゃコロッケを口に入れて。だってだって。そして次、燻製コロッケ。お、いい音、サクって。とろけてるだって、チーズ。口に入れるととろける。ということで、美味しいコロッケができました。で、こんな感じで揚げていきたいと思います。でかいよね、これ。ちょっとちっちゃくて。ちょっとさすがにコロッケがでかい。で、ちょっと切っちゃっていきます。
しい。甘いね、やっぱどっちも。じゃがい芋だからね。美味しいです。普通のコロッケってこんな感じじゃない？円盤のこんな感じですよね。洗い物してくれてる。じゃあ揚げますよ。日例の工場を思い出した。いろんな粉つける皮があってみたいな。こう流れて、この具材たちが流れてく間にいろんな、なんか衣をつけられて油に入れられてみたいな。みんな行列作ってっていう光景を思い出した。衣つけるのって意外と大変だよね。手も汚れるし。あ、ご飯炊けた。手も汚れるしっていうか、手がさ、衣になるよね。あ、いい音。パン粉サク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 。衣をつけて、はい、いってらっしゃい。はい、入りました。続いてちっちゃい方の子。なんかこれ全部あげちゃう。間違えた、間違えた。卵先つけちゃった。まあいいか。あ、コロッケ。いいね、いい感じです。工場みたいに衣がつけられたら、流れるようにしたらね、いいんだけどね。それ発明できたらさ、すごい、なんか一生止まらなそう。うわー、
やばい。絶対美味しい。見えるかな。ちょっとすごいよ。コロッケ屋さん。うわ、美味しそう。最高。見てください。じゃーん。コロッケー。サクサクだよ。てか揚げちゃってるけどいい？揚げたて食べた方がいいよね。そうだよ。ちょっと何していいですか。ちょっと揚げちゃってるけど、じゃ衣だけつけて置いとけばいいか。やっぱお食事の時に揚げたてを食べたいので、ちょっと早まっちゃったよね。味噌汁もまだできてないし、あ、早まりすぎてる。え、それやるの？どこで？いる？つけて置いとけばいい。楽しい。コロッケ作るのなんか図工みたい。丸めてつけてあげてみたいな。え、すごくない？コロッケめっちゃ綺麗。これ作り終わった後に正しいコロッケの作り方をさ見てみようかな。味はつけるのかとか、まあ人によるよね。そんなのレシピなんてものは。醤油とか入れてないけど入れるのかな。入れたら和風みたいな感じ。肉じゃがコロッケっていうのがあるぐらいだから、中に味ついてるのもあるよね。私がこの前作ったのはなんかじゃがいものをん？じゃがいもを煮物にみたいにしてふかして作った。それはすごい煮物の味でした。煮物が上がってる感じ。肉じゃがコロッケっていうのは、肉じゃがをさ、残った肉じゃがとかを潰してってことでしょ。だから肉じゃがが上がってるってこと。絶対美味しいよね。だって肉じゃがが美味しいんだもん。私が明太クリームコロッケを作ってる動画がインスタのリールに多分まだ載ってるので、ぜひ気が向いたら見てください。かわいいコロッケたち。じゃあかぼちゃは、かぼちゃはじゃあちょっとこういうカニクリームコロッケ的な形にしようかな。わかりやすいように。かぼちゃ味見しすぎて少ない。
たいかぼちゃ粘土みたいになっちゃった。これも捨てて、しちゃう。なんかかわいいかぼちゃ縦長で。揚げ物屋さんって大変だね。ずっと手が衣になっちゃうのかな。よし、洗いたい。すいません。うわが一番使うんだ、ね、小麦粉が一番使うんだ。じゃあこのスプーンとお茶碗にくっついてるかぼちゃはきれいに食べて、でもやっぱ手間かかるな。やってる作業は簡単でも手間は多いですね。食品コーナー見てきて、ニチレイさんの私がすごい気になってたニンニク、青菜のニンニク炒めみたいな見つけたので買いました。今度食べる。ささみチーズフライは見つけられなくて、でもあれはよく食べた気がするんだよね、学生時代お弁当とかで。
よし、あとあげるだけ。いい？これ一緒にしよう。大変なことになってるキッチンが。待って、間違えた。はい、お見せしたのは出来上がったコロッケとこれから揚げるコロッケたちです。その前に味噌汁を完成させる。味噌、あ、すごいびちょびちょ。うわ、美味しそう、カブ。美味しそう、カブ柔らかくなった。なんと、昨日の夜ご飯はもつ煮でした。もつ煮。なんか玲子のセリフで、お母さんが作るもつ煮みたいな、おつまみ選手権の会であったけど、本当にママは昔から大きな鍋でもつ煮作ってくれるから、ちょっとリンクしました。お父さん土木じゃないんですけど、土木のお父さんじゃないし、土木さん大きい仕事で外に行っちゃうことないけど、その日にっていうのはなんかいつも作るからびっくりした。だから今日はそのもつ煮も食べます。
の子たちを、チーズイン、全部チーズインの、で、かぼちゃで、チーズインと、全部あげちゃう、全部あげちゃう、ほんとに、まあ、いっか、あげるの、バキって言った。割れてないかな。iPad は割れてない。キッチンも割れてない。大丈夫でしたか。すいませんでした。すいません、見なかったことにしてください。あと油の中落とせない。重い、ずっしり。重っ。美味しそう。揚げたて最高。色もいいね。サーターアンダギーに見えてきた。丸くて、皆さんは家で揚げ物しますか？なんか揚げ物って気合い入れないとしなくないですか？何作るんだ、みんな揚げ物。じゃあかぼちゃ入れきます。あ、軽っ。かぼちゃアジフライいいですね。揚げ物やったことない。手間と釣り合わないからやらなくなった。まあ確かにね、こうやってなんか目的があって作るとかだったらいいけど、自分一人とかだったらちょっとね。日冷の冷食で十分。そうそう、冷凍食品っていうのはこういう手間を省く、しかも美味しい。
ってなると余計やんないですよね。相当好きならあれだけど、まあ、油の処理も大変だしさ。でもやっぱ揚げ焼きと揚げは違うな。揚げ物もなんか嬉しそうだもん、ちゃんと揚げてると。こちらがもつ煮。昨日はガスコンロにちっちゃい土鍋やって、そこにもつ煮入れて、こたつの上でグツグツもつ煮をグツグツさせながら食べました。もうちょい色つけたいな。温度高めてみよう。かぼちゃコロッケ、かわいい、おしめん。よし、できました。コロッケたちスクショしてください。あったか。抹茶色、サクサクだよ。どうぞ。じゃあ盛り付けますかね。ちょっとこのコロッケの山を写真撮ろう。おお、すごい茶色い、茶色、抹茶色。これなんだっけ、かぼちゃコロッケ、シンプルコロッケ、チーズインコロッケ、イエーイ。よし、では盛り付けしますかね。サラダサラダサラダ。ママがサラダをやってくれてました。ありがとう。抹茶色からね、彩りを。うわ、定食屋さんみたい。揚げ物には葉っぱですよね。で、普通のコロッケとチーズインと、なんか面白い。できました。ちょっと待って、なんか変だな。お皿変えよう。なんだろう、なんか面白い。どうしたらいいんだろう。なんか味のある和っぽいお皿でやってみますかね。うん、そうだね、和っぽい方がいい。でかくない？難しい、コロッケの盛り付けって。それ？
くるの。ねえ。こんなに下手くそだ。なんだろう。全部茶色いからシンプルに。やけどしたかも。違うか。お。ん？ソース？ソースでやってみます。3パターン作ってみる。あ、全然見えてなかった。すいません。すいません。これ和風お皿パターン。なんか居酒屋みたいだね。ある。あ、こっち。わかったわかった。こうやってさ、キュウリはキュウリって置いちゃうからさ、ちょっと絵みたいなのかな、こうバラバラに、バラバラで盛り付けたら、こう豪快な感じで。トマトはな、トマトだけ並べますか。はい、で、これボウル、なんだろうな、ママがやりたい。なんかコロッケの盛り付けが一番難しいです。なんだろう、ま、全部茶色いからだよね絶対。あ、3パターン全部さ見せよう。真剣な顔になる。こんなにコロッケ食べれるかな。お、じゃあ3パターン出来上がりましたのでお見せしたいと思います。ちょっと待ってね。なんだろう、なんでちょっとお見せるんだろう。最初に作ったなんかザ普通な感じね。そしてなんか和風のちっちゃめのお皿に入れてみました。そして次大きめの可愛いお皿に入れてみました。どれがいいと思いますか？写真載せるならサイズが違う。ここにお味噌汁とご飯もやって、あ、みんな大きいのって言ってるよ。よかったね、イエーイ。だってそう、これがいいよね、このなんかココットみたいなのにソース入れるの一気になんかおしゃれ。でも私の推しはこれです。もう完全にお皿に頼ってる。あとこれだとなんか野菜主役みたいになってるのかな。
級が主役って感じするし、なんか小料理屋に出てきそうだよね。小料理屋って何のか分かんないけど、これはちょっと普通すぎるし、ちょっと寂しい、なんか余白寂しい。やっぱお皿って大事ですね。でも味噌汁とご飯ともつ煮が作って考えたらこれじゃない？自分が作ったのを推してますけど、まあ、でもどれもコロッケは一緒です。野菜もどれも一緒です。ここにねマカロニサラダとか乗せたかったけどね、あとブロッコリーもやる予定だったんだけど、ちょっとねコロッケだけで精一杯でした。でもじゃーん、いい感じ、イエーイ。戻らん、戻った。ということでコロッケ作る配信終わります。食卓の時間に、イエーイ、揚げたてを食べたいと思います。じゃあランキングを読みます。20位、ルリルリリランチュー、ありがとうございます。19位、あやかん、ありがとうございます。18位、ウッシー、ありがとうございます。17位、タダちゃん、ありがとうございます。16位、ヒロノリ、群馬ニア、コロッケ一つちょうだい、ありがとうございます。15位、おやちゃん、ありがとうございます。14位、猫はももこちゃん、ありがとうございます。13位、しーちゃん、ありがとうございます。12位、ワイマツ四つ葉さん、ありがとうございます。あ、ランキング変わった。20位、フット飯テロつらい、イエーイ、ありがとうございます。読んだ。13位、ヨッシー、初日と楽日予約した、なんだコロッケ屋さんのこと、なんだろう、ありがとうございます。12位、ジャン群マニア、ありがとうございます。11位、しーちゃん、ありがとうございます。10位、ワイマツ四つ葉、ありがとうございます。9位、ミヤコブルー群マニア研究生、あ、待て、やばい、ありがとうございます。8位、チャー群マニア、ありがとうございます。7位、マーボ、ありがとうございます。6位、クルリン、ありがとうございます。5位、りょう幕張の群マニア、ありがとうございます。4位、なおなお、ありがとうございます。なおなお。3位、コスモス、ありがとうございます。コスモス。2位、そうすけ群マニア、ありがとうございます。そして1位はみほ、みほ、ありがとうございます。きっとたあのコロッケたくさん投げてくれたんですよね皆さん。全然なんかコロッケ、本物コロッケばっか見ちゃってて、もしコロッケタワーみたいなの来てたら読めてなかったと思うんですけど、ありがとうございます。コロッケ、じゃあ写真撮って載せます。じゃあスクショ撮ってもらおう。ニキビ隠そう。よし、じゃあ冷める前にいただきたいと思います。じゃあありがとうございました。明日配信します。明日もやるね、バイバーイ、ありがとう。